皆さんこんにちは。カート神奈川芸術劇場の芸術監督を務めさせてもらっています宮本亞門です。今日はいよいよ日本文学シリーズ、僕にとって演出第2弾になるんですが、金閣寺に引き続いてやる新作耳なし芳一の話を少しさせてください。耳なし芳一、ご存知でしょうか。あの小泉八雲が作った怪談の中の一作です。大変怖い話で、お坊さん全身に般若心経を描いて、最後には耳を、剥がれてしまうというか取られてしまう、平家の亡霊たちと関わる話なのですが、それをあえて、現代の視点で描いてみたいと思います。実は小泉八雲という人は片目が見えませんでした。彼はある幽霊、亡霊、そして霊的なものを目が見えなかったことによって一段と感じていたのかもしれません。なんでこの舞台を表現したかったかというのは、我々現代人が目に見えないもの、霊的なものを忘れかけているということです。この舞台を見てもらったことで、もう一度我々は自分だけで生きてるんじゃない、いろいろな違うものとともに共存しているんだということを感じてもらいたくて、この舞台を作ります。日本再発見、再認識、そして我々日本人が世界の人とまた違う独特の感覚というのを思い起こしてほしくて、この舞台を作りました。日本文学シリーズというのは、古いやり方で上演するのではなく、題材は古い日本の文学ではあるんですが、それを大胆に映像やいろいろな手法を使ってお見せをしたいと思っています。なので皆さんにとってはむしろ新たな世界観かもしれません。キャストも実に大胆に若い人たちもいます。そして人形も出てきます。こんな舞台の表現もあるのなんて、ワクワクできるような舞台を作りたいと思っていますので、ぜひ劇場に足を運んでください。本番は4月の13日から神奈川芸術劇場ホールで上演されます。お待ちしております。